高科広域行政組合消防本部で勤務していた30代の職員はおととし4月、全職員を対象とした新型コロナのワクチン接種を受けなかったことを理由に他の職員と離れた廊下の机で勤務することなどを指示されました消防本部では去年実施された4回目のワクチン接種でも20代から60代の職員3人が拒否3人は隔離されなかったということですが 接種を拒否した4人はいずれも自己都合などを理由に退職したということです先月には職員の退職との関連を検証するため第三者委員会が設置され今後ハラスメントの有無についても調査するとしています